はい、おぶつさんチャンネルをご覧いただきましていつもありがとうございます。滝本仏光堂小林です。榎本です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日も早速質問の方を行かさせていただきます。はい、お聞きしたいんですが、はい、家の仏壇のお供え物を置く台なんですけれども、はい、ちなみにうちは浄土真宗です。はい、お菓子が載ってたりおまんじゅうや果物なんかも載っています。はい、特に果物なんかはお供えの方が台より大きすぎて見てて倒れてきそうでハラハラします。はい、このお供え台には何を載せたら一番いいのでしょうか、教えてくださいという質問を来ておりますね。はい、ありがとうございます。まずその浄土真宗様でいうお供えする台というのは公家というまあお供え用のお道具物なんです。でこれもあの西様とお東様でちょっと形が変わるんですね。変わります。でまあこれもせっかくに起こしてきたんですけど、こっちですね。まずお東様は八角ですから、こっちですよね。そうですね、これが八角です。こう見てもらうからね、これ八角形になります。はい、で西ですよね。はい、西は六角。はい、これ六角。はい、はい、でこれがあのちょっと宗旨によって形は違うんですが、はいはい、まあお供えするものはまあ基本的に変わらないんですが、まあ言うたら他宗さん、言うたら浄土宗様とか真言宗様とかはあの高槻という、そうですね、はい、丸一般的な、ね、はい、お道具を使うんですが、真宗様はまあこういった公家という、あのお道具の方をね、ちょっと変わったね、はい、使います。はい、形の、でまあここに、まあ、その方の家はお菓子が載ったりとか、うん、おまんじゅう載ったりとか、多分大きな果物が載ったりしてる、ね、落ちそうでハラハラしてるって言ったからね。はい、でここに載せるものというのは浄土真宗様ではここにはお餅を載せます。ああ、なるほど。はい、正解はお餅なわけです、ね、お餅が一番のごちそうだと思う。だから果物とかはあんまり置かない方がいい。基本的にはここに置くのはお餅、ないしはお餅がないときに置くおまんじゅう、はい、まあ、穀物のようなものを置く台となってます。なるほど。だから普段は言ったらいらないんです。そうか、だから普段はしまといたらいいわけ。そういうことです、ね、あ、ですからの本校とかいう、ね、そういうご法要の方が来たら出してきて、ここにお餅ないしはおまんじゅうを並べるということなので、うん、果物とかお菓子はここに置く必要がないということ。なるほど、置いたあかんというよりは置く必要がないという捉え方、はい、特にそのいうより果物なんか乗ったらこの倒れてきますからね、ちょっとその辺も危ない。なるほど、はい、影響になりますね。ですからもうそれで、はい、まあ、数はねあんまりこう何個とかっていうのはそんなに気にしなくてもいいと思うんですけども、どまあそういうものを置くものだということです。ということでございます、ね、はいはい、ただやっぱりこういうお道具ってやっぱ分からないですよね、普段一般の方が見たら。そのなんていうんですかね、そのお仏壇配達した時は僕らある程度説明するんですけど、そのやっぱり長年経つとこういうしてるのが正解かどうかっていうのが分からないんですよ。はい、たまに俺こういう時あるしね。そうですよね、こんなもん、ね、こういう時も置いてあったりとかするんで、ここにお供え、まあ、しようもできますけど、はい、まあ、正解はこうですよとして変えるんですけど、はい、それもそういうのもよく見ますし、見ます、はい、僕は結構衝撃的やったのはご飯がこの上に乗ってこのまま、えらありがたいご飯になるなすごい神々しかったんですけ ど、ね、うん、まあ、気持ちはわかるわねでここにご飯乗せますから、まあ、お餅も、ね、米からできますからね、まあ、間違いではないと言いたいとこなんですが、やっぱりそのそういう、こうお道具の並べ方としてはちょっと違う並べ方にはなりますので、ここはあくまでもご飯乗せるものなので、そうですね、はい、でもし、まあ、こういうね、あのお供えの仕方とかね、わからんかったら、うちであの YouTube でもね、宗派ごとの、はい、お供え物紹介とかやってますんで、ね、やってます。そういうの紹介というか見ていただいたらね、はい、はい、いいかなと思います。はい、でどうですか、で言いたいことは言いましたですか。はいはい、ここに載せるのはもうお餅でおまんじゅう。おまんじゅうということで、その後ですね、まあ、もしどうしても気持ちでまあお菓子と言いたいところですが、うん、まあ、基本的にはやっぱそういったものになります。なるほど、はい、ありがとうございます。大変勉強になりました。本日もどうもありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。